大津との神社にいるならば、兄さんは今夜ここで無宿をします。幸いにその周りは調べております。できれば焚き火をします。小玉すら、打ち返さざり夏山の。肉親たちの必死の呼びかけにも、ルバングの野山は、ひそと動かなかった。お母さんですよ。お母さんですよ。聞こえますか？ひろちゃん、わかりましたか？もう、それに先の短い、この私に、どうぞ、生きた顔を参って見せてください。ひろちゃん、ひろちゃん。それは、現代の奇跡と言えるかもしれない。フィリピン・ルバング島での捜索は過去4度にわたっていた。総額1億円を超える捜索費用がつぎ込まれたという。しかし小野田さん発見の奇跡を成し遂げたのは、たったの一人ルバングを訪れた日本の若者だった。鈴木則夫君、24歳。ちょうど炊事する前でしたね、まあ、立っているわけですよ。10メーターちょっとありますか、はい、初めですからおいって言ったわけですね。で、まあ他にしょうがないですから敬礼ですね、まあ、小野田少尉殿ですかって聞いたわけですね、はい、小野田ですって言いました。それから私も、言ったと思います。自分の名前がどこの生まれだって言うから千葉県の生まれだって。まあ、小野田さんも驚いたでしょう。日本語で突然来たから、ね、フィリピンの空軍と勘違いしたらしいんですね。初めはちょっと小野田さんとは思わなかったですね。小野田さんと再会のチャンスはあるのだろうか。日本国中の機体が捜索隊にかけられていた。それは文字通り最後の捜索隊となるはずである。元上官谷口義美さん、63歳。ああ、そこが、あ、小野さん、面白いってこう やったんですよ。私は初め心臓の立ち方が恐ろいでしたがね、そしたら姿を見せて私に敬礼して、私は小野田君だねって今から命令を下すと、一番初めに、総軍山下大将のですね、あの命令を先に言うて、それから私の命令を伝えて、極めて厳格になりました。あの紙に書いてある通りです。あの通りだったんです。奇跡は再現された。小野田さんはあたかもタイムトンネルを抜けたようにこの世に姿を現した。日本の敗戦はいつご存知になりましたか？谷口少佐殿は自分に、命令を下されたその時でございます。命令以上だな。ということは小野田さんにとって30年間今日3月10日今日まで大東亜戦争は続いていたのか。昭和49年3月10日この日、小野田さんにとって戦争は終わった。そして30年ぶりの帰国。お父さんはタラップの下からおよそ7メートルぐらい離れた後ろの方で、多少控えめな感じで、しかし待ち遠しそうにご覧になっております。さあ出てまいりました小野田さん、お帰りなさい。小野田さんの姿が見えました。今小野田さんがタラップに姿を現しました。昭和19年12月フィリピンに赴任して以来実に30年ぶり、小野田元少尉ただいま帰還せり。大きくフィンガーに手を挙げています。大きくフィンガーに手を挙げています。小野田さん大変元気です。万歳の声が湧き起こっております。小野田さんが正面に丁寧に深く一礼、もう一回お辞儀をします。小野田さんがタラップを降ります。猫背で足元を気にしながらタラップを降りた横井さんには、思わず大丈夫ですかと私たちは声をかけてみたくなりますが、今日の小野田さんは胸を張って堂々と降ります。今東京の地に降り立ちました。お帰りなさい。ご苦労さんでした。小野田さんよく丈夫でよく元気で帰ってこられました。さあお父さんお母さんと30年ぶりの対面です。お父さんと握手しています。お父さんと握手しています。見ろ、お
父さんに涙がこぼれて言葉になりません。長い間ご苦労でございました。偉かったな、ね、それにお母さんの最後の言葉もよう聞いてくれてようやってきてくれました。あなたは偉い、ありがとうございました。今日は、はい、お帰り、はい。昭和49年3月12日、東京は晴れてはいたが、冬がぶり返したような寒さだった。人生のですね、最もまあ貴重な時期と思われるその30年間を、はい、ジャングルの中で過ごされていたわけなんですが、はい、今振り返ってみてですね、この30年間をどのようにお考えになりますか。若い、いわゆる一番勢い盛んな時を、そういう仕事に自分の全身を打ち込めただけが幸福だったと思います。この30年間ですね、はい、小野田さんがあの心の中で思い続けていたということはどんなことでしょうか。任務を貫通以外にありません。ご両親のことはお考えになったことございますか。出かけるときにはっきりと候補の腕のないようもう諦めてくださっておりましたから全然ございません。戦争を負けたということを知ったときのご心境はいかがだったでしょうか。何とも言いようありませんでした。だけどそれまでのいろいろの皆さんの新聞やなんかの私に送ってくださいました。それによって予備知識を得ておりましたから、止める国になり、立派なお国になった、その喜びがあれば何も戦の勝ち負けは問題外だと思います。それからルバンヌ島での生活なんですが、はい、今ヤシの葉を編んで屋根に作っている。それで、煙が一番発見される元になりますから、薪を濡らさないこと、かまどを濡らさないこと、だからあまり大きく風のある雨なんかでは、まあ吹き込みがひどいですから起きているより必要があります。南方で雨季寒季の分かれているところですから、いわゆる内地で美味しい野菜はなんていうものはあまりありませんし、まああえてナッパの味が味わいたいというなら薩摩の栽培している畑の一番先の芽のところの2つ3つの葉っぱをちぎって、それをまあ汁にしていく、本当に味を見るだけ。それから長い間ですね、一緒に過ごされてきた小塚さんの思い出ございましたら何かおっしゃっていただけますか。一番苦しかったのはあくまで戦友を失ったこと。今飛行機から降りまして、ご家族の方と本当に短い間ですけどお会いいたしまして、全くもう何とも申し訳のない感じでございました。小塚さんとのご関係なんですかね。上官関係ではありません。いわゆる同志って言いますか、目的を同じくするいわゆる二人であったら、それ以外に何もありません。そのお二人のですね、はい、目的というのはどういったことですか。あくまでその島においてやるべき遊撃って、情報収集なり遊撃なり広報拡大なんていろいろ任務ありますが、それを追加することであります。それから山を降りられたのにはですね、はい、谷口さん、上官であった谷口さんの命令というのは絶対に必要だったわけですか。そうであります。軍隊の構成上、軍旗は一番その信をなすものでありますから、上官の命令なくては自分の判断なり何なりはどのようにあったって、それは自分の独断専行ということになります。絶対上官の命令のない限り、その命令から外れたことはできないわけです。小塚さんが亡くなられてから、特にあの山を降りようという気持ちに、そんなことはそれはむしろ逆さの方向です。復讐心の方が多くなります。誰が自分の目の前で27年も80年ものが
次よりもらき下の港へもうすぐの倒れた時の悔しさってありませんよ。男の性質本性と申しますか、そういう自然の感情から言えば誰かって復讐心の方が多くなるんじゃないですか。最後にあの島を離れた時にですね、小塚さんの慰霊碑をお参りなさったわけですが、はい、その時のお気持ちはいかがでしたか。戦死した時の光景が本当に目の前を映ったんです。お参りに来るその時は文化専用の赤い夕日に照らされている感じが本当に無意識に口をついてその歌が出て、お参りしてまだ闇の道を帰る時には先人君の歌って誉れになるの悔いあると、一発突然残さずも誉れになるの悔いあって、その歌がまだ無意識に口から出てそれで帰ったわけです。それでは最後にですね、小野田さんの帰国を心から喜んでいる国民に向かってですね、何か一言ご挨拶をお願いしたいと思うんですが、以下に命令と申しながら皆さんに多大のご迷惑をお受けいたしまして何とも申し訳ございません。ありがとうございます。